戦略基盤であるザイル発電所を奪取したい。これを奴らとの交渉の材料とする。レイブンには施設内の警護部隊を全て排除してもらいたい。なお各種設備への攻撃は絶対に避けてくれ。特に発電機と変圧器が一定数以上破壊された場合、施設は取引材料としての価値を失ってしまう。くれぐれも慎重な行動をお願いしたい。アライアンスとの戦いの渦中にある今なら、奴らもおとなしく我々の要求を飲むだろう。それではよろしく頼む。通常モードに移行します。レイブン、お疲れ様。